はい、ではですね、次に、はい、よくあるアプローチの基本とも言われているピッチエンドランについて、はい、まあ、打ち方だったりとか、まあ、あと注意点、あとはそもそもピッチエンドランってどういうアプローチなのかっていうことについて教えていただけないでしょうか。まずピッチエンドランができないと他のランニングとピッチショットはなんかこうハリボテというか偽物に過ぎないなと思うんですよ。で、いわゆるピッチエンドランってアプローチのもう本当もう中心的なもう存在、センターを取ってるんですよ、グループアイドルでいうと。でこのセンターありきで、まあ、極論でいくとランニングアプローチとかピッチショットとかロブショットとかバンカーショットっていうのがこう枝分かれしてるって僕は思ってるので、この打ち方自体をちゃんとマスターしていないと他の動きができなくなる。例えばピッチエンドランができてないのにランニングをしていると多分ロブショット系もあんまりこう得意じゃなくなってくるのかなというふうに思うんです。だからこうニュートラルって言った方がいいかな、またこういろんなギアに変えられる、はい、一番大切なアプローチということです。まあ、ちょっとじゃあ投げる話でまたちょっとやっていくとすると、そのピッチエンドランっていうのはこうやってこう低くこう転がしていこうとか、こう高く上げていこうとかじゃなくて、もう普通にもう目の前の人にもうキャッチボールよポンとこうやって放ってあげるような、こうキャッチボールのような相手にポンってものをこう投げるような、本当そんなような立ち位置にいるのがまあピッチエンドランなのかなと。打ち方そのものもじゃあ投げるパターンで考えていくと、こうやって構えるかとか、こういうふうにこう構えるかっていうと、もう普通にドノーマル、ドニュートラルで構えてほしい。つまり左右の体重の配分もこう真ん中ぐらいに構えてほしいし、でスタンスの幅なんかはこうどっちかというと距離に応じてこう広げていってもらいたいなと。短い距離打つのにこんなに広げたらやっぱこう投げづらいわけじゃないですか。こうある一定の幅っていうのがあると思うんですね、自分のやりやすいそのスタンスの幅で構えてもらいたいなと。でそれから、まあ、ボールのポジションなんかは真ん中かちょっと左目かで、それは何かというと、このリーディングエッジって言われるこの端っこの部分あるわけじゃないですか。この端っこの部分が自分の体の背骨にまっすぐしていただきたいの でちょっとボールは真ん中より少し左目の方が僕はいいと思いますね。アドレスした時に手の位置なんかも右サイドにこうやっていかないようにちゃんと左ももの内側のところにやっておく。だからつまりシャフト自体は若干ハンドファーストになってるかなと。目線なんかもこう傾けないように、もう綺麗な目線、まあ、よく言う、まあ、僕が言う五線のうちの一線ですよね。でこの五線って何かっていうと、この目のラインがスクエアになっているようにね、あと肩が2線目とか腰3線目、もも4線目とかいろいろあるわけですけど、この目線が必ずこう傾かないようにしてもらいたいなと。体重の移動なんかもバックスイング上げていった時に、まあ、小さい動作ですから当然右にはこう行き過ぎないように、頭の位置が変わらないようにバックスイングを上げていって、ダウンからインパクトにかけては気持ちこう左に乗っているような感覚なのかなというような、打ち方のイメージになります。で振り幅ですけれども、よくこう上げてパンって打っちゃったりとか、ちっちゃいとこからこうやってしゃくり上げて打つような人いますけど、基本的には左右均等に振り幅が均等になるようなイメージで振ってもらいたいなというところですかね。どのぐらいの距離を練習すればいいでしょうか。気持ちいい距離がいいです。気持ちいい距離、うん、アプローチの中で の気持ちいい距離って自分のなりにあるんです。なんか例えばこの辺の膝ぐらいからの方が気持ちいいなっていう人と、あと意外とこう胸ぐらいまで上げた方が気持ちいいなっていう人と、気持ちいい距離をベースで覚えた方がいいです。そこは人によって全然変わっても人によって違う。その代わり左右均等にしてほしいです。そこが一番大事なポイントですね。大事。それが例えばじゃあ35ヤードでしたと、たまたまねキャリーで35ヤードでしたっていう風になったら、その35ヤードをベースに例えば V 決めしていく。例えば今のが35ヤード、どこからどこまで振ってる感じですか、腰から腰までで振ってますっていうのが多分35ヤードとしたら、で今度はじゃあ25ヤードっていうのを今度作りましょうっつって、今度は例えばじゃあももからももぐらいを左右対称にして、今度10ヤードピッチぐらいでまず覚えていくと。
で体の部位でいくのが特にゴルフやり始めた方とかアプローチ悩んでる方っていうのはもう必ずこう部位で決めていった方が安定感もするし、現場にコースで出た時にやっぱこうもちろん距離測ってからやるわけだけど、でもやっぱりこう不安なわけですよね。例えば池越えとかバンカー越えとか怖くなった時になんか安心材料が欲しいんですよね、はい、だそこで私は腰から腰まで行けば必ずバンカー越えるのみたいな、そういう安心材料になるので、V 決めっていうのは非常に大切なのかなというふうに思いますね。あとごめんなさい、長さ的な問題も、もうこれもそれぞれなんですけど、短い距離は短く持った方がいいとか、でだんだんこう長くしていっても構わないし、例えば30ヤードまではここで持つけれど50ヤードぐらいになったらここになるとか、それももうお好きで構わないです。ただまあ極力ちょっと短めに持って、ツーフィンガーぐらい短めに持って短い距離は統一しちゃった方が高低差がこうずれなくなるので、まあ初めの練習としては安定しやすいかなというふうに思うんで、長さ的な感覚はそんな感じですね。で真ん中でちょっと左目に置いて、で気持ちいい距離を打つ。であとは練習してた時によく看板に向かってこう打ってって、トータルで考える方いらっしゃるわけじゃないですか。キャリー考えないでね、こう最後にボールが終わったところ、止まったところが距離みたいな、寄せていくみたいな感じのよく練習なさってる方いるけど、まあ、極力キャリーで練習した方が練習にはなります。はい、それはコースによってちゃんと臨機応変に対応ができると。例えばグリーンの速さなんていうのはもうプロなんかも速いところで言ったらもう13フィートぐらいの速さもあれば8フィートぐらいの遅いところもあるわけじゃないですか。それを全部が全部トータルで覚えちゃってると臨機応変に対応ができない。例えば、ここのコースだったらグリーン速いから同じ30ヤードでも20ヤードのところに落として10ヤード転がしましょうとか、ここのコースはグリーンが遅いから同じ30ヤードでも25ヤードぐらいまで打たないと寄らないですよねとか、そういうふうにコースによってこうキャリーをこう変えていける、でそうすると勝手に寄っていくっていうふうになりますので、プロなんかもそうですが、もうみんなキャリーを知ってますから、やはりこのキャリーっていうのを覚えておいてもらいたいなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。